リーバイス・バレンズエラ・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州ダーラム出身のラテン系アメリカ人。2013年、地元であるノースカロライナ州を拠点とする、インディ団体である CWF ・ミッド・アトランティックが運営する CWF 道場にてトレーニングを開始。5月17日、CWF ・ミッド・アトランティックにて、ドミニカ共和国出身のギミックである。 マニー・ガルシアとして、プロレスラーデビューを果たし、リック・コンバースと対戦するが敗れた。CWF ミッド・アトランティックと並行して、FSPW にも参戦。2014年2月9日、FSPW レスラービアル2にて、FSPW 南東王座争奪バトルロイヤルに出場して優勝を飾り、プロレスラーとしてのキャリア初のタイトルを獲得。 5月3日、CWF ミッド、アトランティックエクスプローシブエレメンツ2014にて、CWF ミッドアトランティック TV 王座を保持するマーク・ジェームスに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。2015年2月28日、マット・ハーディが主催するインディ団体であるオメガに参戦。オープニングマッチで、エリック・ロイヤルと対戦するが敗れた。NXT2015 年4月13日、 アメリカのメジャー団体である WWE と契約を交わし入団。トレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターにて訓練を開始し、7月より参加団体である NXT に昇格。同月29日、NXT にてイライアス・サムソンとタッグを組んで、ジェイソン・ジョーダンチャド・ゲーブルと対戦するが、敗戦した。2016年3月24日。 NXT ライブにて、リングネームをノーウェイ補正へと変更。マニー・アンドラーデと対戦して勝利した。4月20日、NXT に初登場。アレクサンダー・ウルフと対戦。入場から高いテンションで登場し、序盤よりペースをつかむと観客よりオーレ、ちゃんとを受けると、ホームランスウィンギングダブルアックスハンドルから、ビッグライトハンドへとつなげて勝利した。 WWE2018 年4月9日、WWERAW に昇格。ジョン・スカイラーと対戦。試合開始直後にヒップトスから、ノックアウトパンチを決めて勝利した。ありがとうございます。